よーい、スタート。監督の太田です。ちょっとまだ、喘息良くないんで、また咳出るかもしれないですけれども、ちょっとね、お話したいことがあったので、今日は収録してます。僕の去年公開した映画、乙女たちの沖縄戦。この辺に出ると思いますけど、乙女たちの沖縄戦。白嫁学徒の記録。というドキュメンタリー映画を、去年、公開しました。で、白嫁学徒って、何っていう、ひめゆり学徒が知ってるけどっていう人はやっぱ多いんですよ。で、映画ひめゆりの塔ってありましたよね。太平洋戦争、沖縄戦を舞台にした、女学生たちが、軍に動員されて、野戦病院に行って、看護師さん、まあ、看護婦さんたちのお手伝いをするっていうふうなことで、従軍看護婦的な役割としての送られたっていう。で、その、ひめゆり部隊と呼ばれた、女子学生たちの、を、まあ、モデルに描いたのがひめゆりの塔って映画で。まあ、一作目は白黒で、そこからもう4本か5本ぐらいリメイクされてるんですけど、まあ、その映画が有名なので、ひめゆり学徒っていうのはね、皆さん、多くの人ご存知なんですよ。でもね、僕も全然知らなくて、で、実はひめゆりだけじゃないんですよね。あと、瑞泉とか、白梅とか、いろんなそういう風な女子学徒たちがいて、その多くの中の一つ、まあ一番数は多いんですけどが、ひめゆりであって。で、僕も知らなかった頃は、そういう女子学徒のことをひめゆりと呼んだんだと思ってたけど、そうじゃないんですよ。で、ひめゆりってのはもともとその、学校があったところの地名から、来てるんですけれども、そうじゃない。で、あと男の子たちだって、鉄血勤皇隊って言って、それはまた別個にあって、本当にもう14歳、15歳の男の子たちが、もう軍の手伝いというか、本当は爆弾を持って、ね、敵に突っ込まらされたりしてっていうことで、戦争に駆り出されてるっていうことが沖縄戦であったんですけれども。で、その中の、ひめゆりではなく、白梅学徒の記録を、ドキュメンタリーした映画が去年公開されました。で、もともと言いますのは、僕もひめゆりは知ってたんですけど、白梅は知らなくて。で、その、乙女たちの沖縄戦を作る前に、ドキュメンタリー沖縄戦っていう僕、ドキュメンタリーが撮ってるんですよ。もともと青春映画の監督なんですけどね。ちょっと、朝日のあたり以降、なんか社会派の、やっぱ仕事依頼が多くなって。で、ドキュメンタリー沖縄戦っていうのを撮りました。これだって2020年公開だったんですけれども。で、その時に実は、そこの白嫁学徒の、元白嫁学徒の方とお会いしてたんですよ。で、まあ、プロデューサーが探してきて、で、インタビューできませんかってことでお会いしてお話したんだけど、その時その方がやっぱり忙しくても講演会とかいろんなのがあって、なかなかこう、時間取ってもらえなくて、で、でもそこで僕は姫ゆりではなく白嫁という舞台もあったんだってことを知って、ああ、それは知らなかったなっていう。ということで、むしろひめゆりはもう有名で映画にも何回もなってますし、なんかニュースでね、戦後の時になったら、その、今もまだご健在な、元ひめゆり学徒の方のインタビューとかニュースなんか流れたりするけど、なんか白梅ってなかなかこうアピールされないってことがあったんで、いや、やっぱりそれだったら僕はぜひこう白梅の、方にインタビューをして、ドキュメンタリー沖縄戦で紹介したいな、と、思ってたんですよ。でもまあちょっと時間、スケジュールが合わなくてお話聞けなくて、結局、まあそれ、その方と取材できずに、ドキュメンタリー沖縄戦って作ったんですけど。その後に今度その、ドキュメンタリー沖縄戦を見たある、映画制作会社から、まあ僕の友人がやってる会社なんですけれども、が、僕が前からその話、今の話をしていて、で、ひめゆりよりも、こう、白梅をこう、伝えたいっていう。で、やっぱなんでかって言ったら、僕も間違ってたんですけど、ひめゆりイコール女子学徒っていう間違った認識を持ってるし、ひめゆりっていうのは多くの舞台の一つにしか過ぎない。で、でも一つだけ、もちろんひめゆりのことも映画見ればわかりますけど、悲惨な、悲劇的な物語というか、事実があったんで、伝えていくことは大切。ね、17歳の裏若き乙女たちが、いっぱいそこで亡くなってるわけですから。だけれども、それだけだったっていう風な認識は僕は間違ってる。っていうか、まあ、間違いですから。他にもそういう舞台がたくさんあったんだっていう。その一つとして、ひめゆりがある。で、でもそのひめゆりを伝えることも大切だけど、ひめゆりだけ伝えるのはやっぱおかしいと思うんです。他の舞台もいて、多くのそういう、17歳、18歳の女子学徒たちが、
戦地の病院に派遣されてっていう、それを伝えないと、なんかそれをやっぱりおかしなことを、やっぱおかしいと思うんですよね。っていうことがあって、白目の話をその友人にもしていたんですよ。そしたらその彼が、文化庁の支援基金に、まあ、ちょっとコロナで映画館も大変なんで、文化庁がその支援基金を出すっていう、まあ、ことがあって。で、それにその彼の会社が、まあ、ゲットできたんです。その補助金というか支援金を。で、それでやるのに、こう、白梅のドキュメンタリーをぜひやりたいって言ってくれて、監督に太田さんお願いできませんかって言われたのが始まりで、まあ大変だったんですけどね、その年末も12月頃になって、12月下旬になってから、やってくださいと。いつからですか？来週から沖縄行ってくださいとか言われてって話も何回もしましたけど。で、そこから始まって、もうまあ大変だったんですよ。で、向こうもね、取材される側も大変だし、数後も大変で。で、したのが、白梅、乙女たちの沖縄戦、白梅学徒の記録っていう映画を作って、で、去年公開されたんです。で、その時にこう、もう今ね、その白目学徒の、今もお元気な方ってね、で、それでお元気で、まあ、5、6人、まだ、ご現在、もう皆さん90代ですけど、いらっしゃるんですけど、そのうちでやっぱり、なんていうかな、もう、寝たきりだとか、もう話できないとか、いう風な、ね、体も悪くてっていう風な方がいて、今、カメラを持って行って、お話、カメラ前でお話してもらえる人は当時、もうお二人しかいない。っていう話だったので、そのお二人に、お話聞いた。で、その時にその僕が最初にお会いしたのが、まあ、今回のメインとなった、中山菊さんっていう、女性なんです。で、元白目学徒で、当時92だったんですけれども、で、そのお話をこう、もう延々としていろいろお話していただいて、で、そのもう一人の同級生の、豊さんっていう、それからまたその後輩の、女性とかにもお話を聞いて、それを中心として、まあ、再現ドラマもつけた、映画を作ったんです。その、中山菊さん、が、数日前に、亡くなったという知らせを受けて、で、ネットをこう調べてみたら、もう、やっぱり本当に、もう各沖縄の新聞トップで報じていて、94歳だったんですが、お亡くなりになったってことで、っていう、思いをしたんでね、ちょっとそのことを今日はちょっとお話しさせてもらおうかと思って、収録してるんですけれども。いや、もう、あれだったんですよ。で、まあ、まずと、その映画、で、まあ、もう本当に1時間以上お話になって、で、まあ、関係者の方がもうね、菊さんもね、高齢ですし、体の健康にも差し支えるから、その辺でって、いや、私まだ大丈夫ですか、とかって言ってね、ずっとまた話したいことがあるのでって言って、いろんな話をしてくださったんですけど、それをまとめたのが、その、乙女たちの沖縄戦なんですけれども、やっぱり、その方々、やっぱ話を聞くと、皆さん、やっぱり、同級生がみんな同じ17歳、沖縄県立、第二高等女学校の、生徒だった、同級生たちがいっぱいみんな死んでいってるんですよ、その、もう、当時その、戦場で、あるいはこの、避難するときにっていう。で、今もう本当6人しか残っていないっていう。だから、その死んでいった、やっぱり同級生たちの思い、生き様、思い出を語ることが自分たちの残らされた人生の、やっぱり使命なんだっていうふうなことをやっぱ皆さんおっしゃって、で、それをやっぱ伝えるってことはずっと講演活動とかいろんなことをしてこられたんですけれども、まあそれで、でもね、なかなかこの、ひめゆりはそういう劇映画としてあるけど、しらめっていうのはそういうインタビューとか、テレビでの紹介っていうことはあっても、なかなか作品として一つ、そういう映画としてはなかったので、だからテレビって、まあ放送したら例えば、ね、視聴率 1% でも100万人から、すごい数見ますよね。でも映画ってやっぱり数万人ってことが、まあドキュメンタリー映画だったら多いんですけれども。でも、テレビでやると、やっぱすぐ忘れちゃうし、一回放送したらもうね、探して見ることはあんまできないですよね。で、映画にしておくと DVD にもなるし、テレビでも、ケーブルでも、ね、衛星でも、あるいはネットでも配信されるので、長く見ていけるし。で、やっぱ100年残るんですよね。
チャップリンの映画だってね、黄金狂時代とか昭和元年の映画ですから、っていう風にやっぱ映画っていうのはテレビと違ってやっぱり長く残るっていうのがあって、でそういう形でやっぱり僕は白目も記録を残したいなっていう、ひめゆりだけじゃないんだ白目なんて、まあ、他にもたくさんありますけど、とりあえずひめゆりだけじゃないんだってことを白目を伝えることで、多くの人に分かってもらえると思ったんでいう思いがあって、でした時にで、まあいろいろ聞いてみるとね、あのなかなかやっぱりあの何かっていうとこうやっぱ姫ゆりっていう風になってしまって、そうした時にやっぱりね、その他のね学徒の人たちってやっぱり悲しいと思うんですよ。自分たちだって同じような思いをし大変なね経験をしてきたのに、なんでいつも姫ゆりなんだっていう、でもちろん姫ゆりを伝えることも大事なんですけど、姫ゆりだけじゃないんだってことをあんまりこうマスコミも映画も言わないっていう、で、なんでかって言ったら、やっぱ姫より映画で有名だからっていうことで、安易になんかそういう終戦の時のインタビューとか、時に、で、それもね、17歳の若い女の子たちが死んでいったって悲劇性な部分がやっぱり、わかりやすく伝えられるので、で、やっぱ姫よりになるし、で、映画も何度も同じやってね、白梅の塔とか作ればいいのに、姫よりの塔っていうね、まあ、それは僕はすごく、やっぱおかしいなと思ってたんで、で、それがようやくね、まあ、映画として作ることができた。で、やっぱその中山ギフさんも、まあ、直接おっしゃらないんだけれども、やっぱりそういうふうに、なんで姫ゆりなんだろうっていう。で、もちろん姫ゆりも大事だけれども、やっぱり知らぬことも伝えていきたいし、知らぬことも知ってほしいと絶対思ってたと思うんですよね。で、やっぱそういう今回は機会になった。ということもありまして、まあ、去年の夏に、東京、大阪、京都、名古屋、各地でこう、まあ、全国、まあ、そんな拡大の大きいね、何十巻でもないんですけれども、主要都市では上映されて、で、沖縄は那覇で、上映されたときに、まあ、沖縄の夏めっちゃ暑かったんですよ。で、その時に、その公開される前に菊さんから電話があって、あの監督ね、沖縄でも公開されるようになりましたんで、私楽しみにしてるんですって言って、でもあんまり暑いからね、みんなにね、危険だから外へ出ない、沖縄の夏めっちゃ暑いんです本当に。でね、行かない方がいいよって言われてるんだけれども、最近はね、体調がいいんで頑張って行ってきます、で行ってきたらまた電話しますかって言って電話くれたんですよ。それでそれから初日会ったけど電話がないんで、やっぱ暑いしな、まあ大変だから、でそのまけコロナもね流行ってましたからね、でもう落としだしということで、なかなかね行くのも大変だろうと思ってたんですよ。もしたらね、その2日後ぐらいに電話いただいて、で監督ね、2日目に行ってきました、1日目はちょっとね急に調子悪くなったんですけどね、2日目はね行ってきましたって言ってね電話くれたんですよ。でその時もまあ、桜坂劇場っていう、もうそういういい映画、そういう問題あるというかね、問題作とかね、社会派のいい映画をたくさんやってる、桜坂劇場っていうのが那覇にありまして、で僕のドキュメンタリー沖縄戦もそこでやってもらって、でその乙女たちの沖縄戦もそこでやってくれて、でそこ 3つスクリーンがあるんですよ、2階と下に2つと。でそれがね、その、2階が一番広いのかな、でそれをね2階でやってたんですよ、乙女たちは。で、キクさんね、やっぱお年で足が悪くて、で、やっぱ階段を登れないっていうのがあったんですよ。で、ご本人もね、もうどうしようかって、ここまで来たけどね、もう帰るしかないかと思ってたら、他のお客さんが、なんかみんなで担ぎ上げて、映画館のその、客席まで連れてってくれたっていうね、いうことを言われて、で、もうそれでもすごく嬉しかったって言って、おっしゃってたんですけど、それで映画を見てくれて、したらもう本当に感激して、で、ご本人にはこんな立派な映画作っていただいて本当にありがとうございましたってね、もう電話してる間にね、もう十数分の話だけども、5回ぐらいありがとうございますって言われて、で、喜んでいただけたっていう。で、まあ、やっぱ一つにはそういうふうな記録として、残るし、まあ、映画、ね、100年残って、多くの人に見てもらえるっていう、テレビやニュースでやって、したらま、1000万人とか見るかもしれないけども、翌日には忘れてるかもしれないし、で、それ話聞いても、それ見たいって言っても見れないし、で、テレビってやっぱせいぜい、インタビューって言っても、30秒とかね、まあ、長くても2回に分けて1分とかですよね。で、それが映画の場合で、特にこの乙女たちの沖縄戦では、ね、もう、30分ぐらい、菊さんの話使わせてもらってるんですよ。で、他の方々の話もそうで、で、2時間、白目学徒の話なんですよね。
っていうのがあって、まあ、それほどやっぱりいろんなことをやっぱ伝えないと、ただ単に、そういう戦場での悲劇の部分、やっぱり映画とかね、姫路の友もそうだけど、そういうとこばかり伝えようとするけど、そうじゃなくて戦争の起こる前、どんな学校だったか、どんな校風だったか、で生徒さんたちはどんなだったかっていうことをやっぱりから伝えていかなきゃいけないと思う。それがわかるからこそ、で、その第二工場っていうのは、やっぱりこう、お嬢さんのね、すごく勉強ができる子たちが多い、芸術も盛んな学校で、そういう話もいろいろお聞きしたんですけれども。で、だからもう女子高生たちの憧れ、女子高生というか若い女の子たちの憧れの学校だったんです。だから、まあ、なんか感じだと、もうこっちの関東に出てフェルス女学院とか、なんか、そういう感じの学校なんですよ。で、そういうもう本当お嬢様のもうご機嫌よ、みたいな感じの子たちが、戦場に送られて、病院号で、もうそれこそ足切るの手伝わされて、ウジ虫を取ったりとか、いうふうなことを、ね、うんこの掃除したりとか、ね、もう、何日もね、戦場から、運ばれてきてするんで、もう、パンツの中、ズボンの中ぐちゃぐちゃっていうふうな、そういう生徒さんの前歯、お世話もしなきゃいけないっていう。だから最初なんかもう本当に見ることもできなかったって言ってましたけども、それがだんだんやってるし慣れてきてっていう風な、だからいかに戦争っていうのは大変なことかっていうことをね、やっぱり菊さんの話聞くともう本当に伝わるんですよ。で、まあそういうひどい戦争の話っていうのは今まで聞いてはいたけど、やっぱり体験者の話ってものすごく重いんですよ。だからね、文字で読んだり、ただドキュメンタリーで見てもね、そのナレーションでこういうことがありましたとかって言っても、へえとか思うんだけど、やっぱご本人の体験された方のやっぱり言葉を思いし突き刺さるっていう。だから本当に僕もインタビューをその話聞いて、まあインタビューは別に女優さんがするんですけど、僕はその、まあ、横で、まあ、監督としてね、こちらにカメラがあって、その構造と、まあ、客観的に見てたんですけど、本当何回も泣きそうになってっていう、もう本当辛いお話をたくさん伺ったんですけれども、でそれをやっぱり、まあ、2時間記録した映画でっていうことをね、アキクさんとっても喜んでくださって、本当こんな素晴らしい映画作ってくださって本当にありがとうございましたって言って、っていうのはやっぱりその自分の最後残りの人生はそういうことをね、多くの人に伝えるためにっていう思いで、でその時にやっぱり映像で映画でそういうものができたってことをすごく喜んでくださったんだと思うんですよね。でその時もね、監督さんも来ないも来ないんですか、必ず来たらでちょっとで、まあちょっと別件で何ヶ月後かだったんですけど、あったので、でちょっとまあもうだいぶ先になりますけどって言ったら、もうその時は必ず連絡してくださいね、もうお会いしたいですって言ってくださって、でいうのはやっぱりもう一度お礼を言いたいっていう思いがあったんだと思うんですよね。だから、本当にね、なんていうか、で、それで結局次行った時に、連絡はしたんですけど、電話出なくて、で、どうしたんだろうと思って、まあ結局それでお会いできなかったんだけど、その時すでにもう入院されてて、それがね、去年の、また去年の10月からもう入院されてたらしくて、で、それが今年、1月になって、つい先日、亡くなったっていう連絡を受けて、で、もうニュースでもバーッと出てましたし、ああ、もう、もうそういう時って本当何を言えばいいのかなと思うんですけれども。でも、考えてみると、まあ、年は2回変わってるんですけれども、おととしの12月に取材してるんですよ。で、完成したのが去年の春、公開が去年の夏。で、亡くなったのが今年になってから1月のもう、数日前。っていうと、つまりインタビューした時からね、ほぼ1年なんですよね。だから、あの時お元気にもいろんなお話された、中山菊さんでも、あと余命1年だったんだって、あの時にもちろん想像なんかしなかったですけど、1年後に亡くなるんだっていう時期だったんですよね。でその後、夏にね主演女優のインタビューした女の子が、まあ、舞台挨拶で沖縄行った時に菊さんにお会いしたら、で、まあ、後でメールくれて、なんか、菊さん、その時もね、一度入院されて、手術するんで入院されたらしいんですけど、なんか小さくなってしまってね、なんか、あの時お元気だったのに、ちょっともうなんか、すごく、今大変そうでしたとかっていう連絡もらって、ああ、そうか、もうでも90、当時93ですからね、と思ってていたら、
で、それがやっぱりその夏から今年、それからまた半年経って、で、もう、つい先日亡くなったっていうのを聞いて、そうなんだな、だからもう一度お会いしてね、お話したかったなと思ってね、で、ね、本当は必ず連絡くださいねって言っていたのに、その約束が果たせなくてね、もう本当なんて、こういう時て何て言えばいいのかわからないんだけれども、でも、いろいろ考えて、なんか、その、やっぱり亡くなる1年前に、もう多分最後のロングインタビューだったと思うんですけど、でそれを僕がさせてもらったってことは、やはりその菊さんのその思い、ね、多くの人たちの同級生たちのね、で戦争っていうのがどれだけひどいものかっていうのを私は伝えていかなきゃいけないっていう、思いで、もうずっと、来られた、活動されてきたっていう。でそのもう本当言ったんだけれども、その乙女たちの沖縄戦っていう菊さんの言葉を、ね、記録した、その映画を今度は、その一つのバトンをもらった僕らがやっぱり続けていって、菊さんの思いを、ね、沖縄戦の悲惨さや、戦争ってどういうものなのかっていうことを伝えていく、やっぱりバトンを受け取ったんだなと思ったりするんですけれども。まあ、そんな風に、まあ、ドキュメンタリー沖縄戦撮った時の、体験者の人たちっていうのがやっぱり、80代90代なんで、やはりこう少しずつやっぱり亡くなっていく方が出てくる。でだからちょうどね、沖縄戦1945年に終結してますけれども、45年当時に、5歳6歳だった子供たちっていうのが今80代なんですよ。だから5歳っていうやっぱりよく覚えていない。なんか後でこう親に聞かされたとかって言って、ああそうだったんだっていうやっぱり記憶なんですね、5歳、6歳って。で、それが15歳ぐらいで、15歳、16歳、17歳ってもうしっかりと記憶はある、当時ね、戦争中。人たちでやっぱり今90代なんですね。まあ、それが菊さんのまあ世代なんですけど、やっぱり92歳、3歳って言ったら、やっぱりなかなかね、こう、かかさ10年、20年先にまたお話を聞く。お聞きするっていうのはやっぱ難しいと思うし、でやっぱそういう風な世代がやっぱり順番になくなっていくっていう、でそうしてどんどん戦争を語る人たちがいなくなる。もちろんそれを書き留めたものとか聞いた話を伝えるとかいうこともできるんですけど、やっぱ本人、体験した本人の思いほど思いっていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱりものすごく伝わるし、実感としてやっぱり理解できる、感じることができるっていう。それ聞いた話をいくらそれしっかり聞いて、同じ話をしてもやっぱ違うんですよね、他の人が。でそんな風に、だから、まあ、その意味でこう映画っていう映像でやはりそれを記録していくっていうことの大切さっていうのはやっぱりドキュメンタリー沖縄戦の時から感じてたので、でそれでまあ日本作ることになったんですけれどもね、やはりそういうのがね、どんどん今なんかその戦争にこの国は向かっていってるような、でロシア、ウクライナのことにしてもね、なんかすごく無神経に応援したりしてる人たちがいて、非常にでも片方のね、大統領とかってね、その沖縄戦の時の日本軍の32軍の、牛島中将と同じようなことを言って、最後まで戦うとか言って、いやそれ最後まで戦っちゃダメでしょ、最後やめなきゃいけないって言わなきゃいけないのに、それを国会議員たちが立ち上がってみんな拍手したりね、スタンディングオベーションしたりして、いやそれ頑張れって言ってるようなもんでしょっていうね、止めなきゃいけないでしょっていう。だからそういうことって沖縄さん見てると、ああ、やっぱりゼレンスキーってやっぱ問題あるなっていう。この人、牛島中将とやってること一緒だっていう。じゃあ牛島中将は何のために最後まで戦いっていう。だから沖縄戦も実は、6月23日が沖縄における終戦記念日なんですけれども、そこで終わってないんですよ。そこでその、牛島中将が全軍に、自分が自決しても、結局自決するんですよ。もう包囲されて。で、だからそこで負けなわけなのに、それでもね、ゲリラ的な戦いを続けろ、最後まで戦えっていう風な指令を出して死んでるから、各部隊をみんなその戦闘がもう組織的な戦争が終わっているのに戦争を続けてるんですよっていう風なことをしてしまった。だから結局、本土の終戦記念日8月13日15日ですよね、その15日を超えてもまだね、実は沖縄戦各地でこう戦いが続いていて、で結局それが正式な意味で終結するのが9月、
7日だったと思うんですけどね。つまり本当でも玉音放送があって、戦争が終わったって言った後まで続いてたっていう。でなぜそんなことになったかっていうと、牛島中将が最後まで戦えって言って戦闘やめるなって言ったからですよ。でそのために沖縄もそこで本当はもうその戦争終わって日本負けてるわけなのに、8月15日でも完全に終わってるはずなのに、そこからもまたそういうふうな悲劇を繰り返したっていうのはその牛島中将のその命令。なぜそんなことを牛島中将がやったかって言ったら、大本営から彼はそういう命令を受けてたわけで。でそれと同じことを言ってるのはゼレンスキーですから、やっぱそのゼレンスキーをみんなでスタンディングオベーションするね、共産党まで拍手してましたからね、っていうのはどういうことなんだっていうことを考えるときに、やっぱ沖縄戦っていうことを知っていると、おかしいよ、同じことしてるよってことに気づくっていう。だから非常に今の時代ね、沖縄戦っていうのはただ歴史の勉強ではなくてね、非常にこう意味ある、ことがたくさんあるんでね、本当勉強、まあ、今でも僕も勉強してるんですけれどもね、非常に教えられることが多いし、大切なことがあるっていう。だからそういうことをこう伝えていく上で、やはり中山菊さんのように当時を知っている方からお話を伺うっていうのはやっぱりとっても大切なことだし、でもそういう人たちがまた一人一人と亡くなっていくし、どうしていけばいいんだといろんなことを考えます。でこれ実は撮影が終わった時、まあ、帰りに電話して、菊さんに、いろいろありがとうございましたけどもね、じゃスタッフとも東京帰りますんで、また完成したら連絡しますからって言った監督、ちょっとでも行かれませんかって、ちょっとうちの方まで来れませんかとかって言うんで、で、まあ、そこまで言ってくれるんだったら、ちょっと時間、あんまりないですけど、飛行機の時間があるけど、ご挨拶に伺いますって言ったら、これをね、こう多分ね、あれだと思うんですよ、青森だと思うんですけど、買ってくれていて、スタッフ、他のスタッフの分も。で、お礼にって言っていただいたんですよ。で、ちょっと未だにこう飲めずにね、置いてある。まあ、封も開けてないんですけど、青森なんですけどね。だから、やっぱりすごくその映画できた時も喜んで嬉しくてって言ってお電話くださったし、で、その時もこう帰る直前だけども、ちょっとでもお会いできませんかって言ってくれたっていうのは、やっぱりその自分たちのその同級生たちがいっぱい死んでいった、その、白目学徒の、沖縄県立第二高等女学校の仲間たちのその思いを自分が伝えている。で、それを県外から来た、なんかわかんない変な監督が、それを映画にして、こう、やっぱり全国で見せていこうって言ってくれることを、やっぱりね、すごく喜んでくれたんだと思うんです。だから何かせめてお礼しようっていうのでね、わざわざこんな、青森買ってね、スタッフみんなにくれたんですけれどもね、本当に未だに飲めずにいます。で、乙女たちの沖縄戦、今年はもう映画館公開は終わってしまったんですけど、イベント上映って言って、いろんなところで団体さんとか学校とかがうちでやりますとか言って、まあ大体映画って終わるとそうなんですけれども、そういう貸し出し上映っていうのをやってます。で、去年の秋ももう一回やったんで、その時も僕も呼ばれていてトークショーしましたけれども、今年も、まあ、あちこちでやると思います。で、多分、その中できっとね、DVD 化もする予定なので、DVD になれば、また多くの人に見てもらえると思いますし、まあ、またその時はこの YouTube でお知らせしますけれども、本当に、菊さんと豊さんっていうお二人の、白目学徒のお話を中心に、その人たちの後輩、で、それの、応援している人たちのお話とか。で、それが1時間半。で、それをこう、若き女優が、20代の女優が訪ねていってお話を聞く。で、その女優さんが、森田さんっていうね、とっても思いのある女優さんが、お話聞くんですけれども、が、今度その4人の白目学徒として、その最後30分が劇、再現ドラマなんですよ。で、そこで、その白目学徒の、それ豊さんや、菊さんが聞いた話を僕が脚本にして、監督が違う人なんですけどね、僕の友人で、そういう、その映画やろうって言い出した監督が撮ってるんですけど、その4人の1人、森田っていうのが、森田智恵っていうのが、菊さんがモデルの役で、彼女がそれをやって、演じてくれたっていう。で、もうすごく彼女もなんかそのことでね、今まで戦争のこととか沖縄のこととか考えたことなかったんだけど、菊さんとお会いしていろいろ勉強してね、やっぱ人生変わりましたって言って、だからまあ本当にそうやってこう赤い人たちにね、こう
思い、菊さんの思いがこう受け継がれていくっていうことができただけでも、やっぱこの作品はやっぱりできてよかったなと思うんですけれども、でそれが30分っていう、そういう、2時間の映画なんですけれども、ぜひね、見ていただきたい。で、きっと、まあね、なかなかね、デイオさんのその文科省でね、文化庁から出た、本当に安いお金で作ってるんでね、宣伝したテレビ局が関わって、まあ、テレビとかね、企業とかって絶対沖縄戦にお金出さないですからね。なんかそういう、ね、なんか、戦争を美化するようなね、いうふうな映画はお金出して、テレビを応援していったりするけれどもね、そういうやっぱ本当現実の悲しい戦争の悲惨さを伝えるっていうとね、大体みんな嫌がってしないんですよ。だからまあ低予算なので、そんなにやっぱ宣伝もできないし、テレビでも取り上げられたりしなかったんですけれども、多分、まあ、何ヶ月かで今年中に DVD で出ると思いますし、でそれがこうケーブルとか衛星とかでもかかるかもしれないしっていうことでね、僕もまだまだ沖縄戦は、伝えていきたいなと思ってます。で、やっぱりその中で中山菊さんとお会いできたこと、で本当は2020年にお会いして時にさっき言ったようにスケジュールが出ていけなかったんですけど、でもなんとかいつかと思ってたことが、まあそれから結局何年後だろう、5年後に実現して、いろんな彼女の話を聞いてそれを伝える映画を作ることができたっていうね、本当にお礼を言いたいと思います。菊さん、いろいろありがとうございました。沖縄戦の話たくさん聞かせてもらって、僕らが今度はその一端を伝えていきます。ではまた。その年の冬、再現ドラマの出演が決まった。沖縄戦を描いた小さな映画、乙女たちの沖縄戦、白梅学徒の記録。上から2番目ね。これにこれ。体験を語ることのできるのはおそらく竹森さんと私ぐらいじゃないかなと。もう小さい時からお国のため、お国のため。その手術の直前に亡くなってるんですよね。こんなしても泣いてしまうので。足は薬つけただけでダメ、切断です。ここから切れて、もう傷跡に。うじがお尻をこのようにしてもこもこもこも、それをもうピンセット持ってて、あんまり歩けない兵隊をですね、一応口封じをして殺すことを処置と言ったんですよね。軍隊では処置すると言ったら殺すことなんですよ。結局死ねない人はもう自由で。最後に言っておきます、米軍に見つかり捕まった時は、わっくら海だって死ぬんじゃないぞ。わかりました。乙女たちの沖縄戦、白梅学徒の記録。